あと多分ね、ドワンゴから来た川上信夫さん、当時社長だったのかな。でも川上さんの話は全然出てきませんでしたので、任意の捜査ぐらい受けてるのかもしれませんけれども、おそらく被疑者被告人にはなり得ないのかなと思います。